ははいこんにちは東大合格の時るです今回は新高校1年生のための4月になる前に取り組んでおきたい数学展開式編やっていきたいと思います。いきましょう。さあ新高校1年生の皆さん、えー、4月になる準備ね、えー、もうやってるでしょうかえ準備え何すればいいのみたいな。はい、まだね 高校生になる前だからちょっと遊んでおきたいみたいな人もいっぱいいると思います。はい、遊んでもらって結構です。大丈夫です。えー、ですが、高校生になったらですね、数学めちゃくちゃ難しくなります。どういう難しさなのかというと、文字がいっぱい出てくる。見なければいけない、考えなければいけないものがたくさん出てくる。 開かなきゃいけないこともたくさん出てくるっていうことがあるので今のうちに準備をしておこうっていうものです学校からね学校が始まっていきなりね取り組んでえ、これなんか難しそうえ、なんか周りみんなできるえ、どうしようみたいな風になる人が毎年いるので、えー、ぜひ、えー、この4月になる前にこの3月のうちに、えー、この問題ね取り組んでほしいなと思いますでは展開式の問題ねやっていきたいと思います一番最初の問い位からですはい この x+3 こ,これの展開式です。あこれもんか中学校の時にね、えー、見たことあるよという人いると思います。えー、でこのまますぐね答えを出すっていうのでももちろんいいんですけれど、えー、と計算する時にまとめて計算するっていうことを覚えておいてください。<laughs> まとめて計算するっていうのは、えー、このはこ 計算式の時に展開する時にですねえ一番次数が大きいもの今回だったら x の2乗が一番大きいんですね x と x の掛け算これで x の2乗ができますいいかなうんこれはいいよねとはいで続いて x になるものっていうのが複数あります x になるものって何っていうとここ左側が x こっち側がス1これを掛け算すると x かけるマイナスなんでマイナスこっち 3+3 を取るとプラス +3 と x、えー、取ったらプラス +3x っていうふうにこういうふうになるのね。えー、っていうふうに x の係数ねこんなふうに書いていきます。いいでしょうか、はい。これをすることでその後の問題が解きやすくなってくるのでこうやってまとめるってことをやっていきます。 今は x だけですが後々ちち x 2乗の方とか定数の方にも複数出てくるのでまずはこれちょっと押さえていってください。最後は x が関係ないところ3とマイナス1でマイナス3かけたねマイナスで3かける1で3はいここまではねいいかなと思いますがちょっとずつ難しくなっていきます。 かける x-2 これの式はどうなるでしょうかと。じゃあ x のね、えー、一番次数が高いのは x の2乗のこの組み合わせはい係数はっていうとここプラス2とプラス1なんで掛け算して2になるねはいで続いては x のところが複数個ありますこことね 2x とマイナスということなので、えー、プラス1のね、えー、ところあ見てみたら1ですね でマイナスになりますいいかなで1とマイナス2でかけ算したらマイナス2っていうことになりますので1引く4でマイナス 3x で引く2っていうふうに計算をしましょうじゃあ3つ目です3番いきましょう3番は 3x 引く 22x+3 この式です でこれ x の2乗は 3×2 で 6x2 乗 x の係数部分がス2と2って −43×3 で 9+9 で −2×3 では6、い、これ計算すればいいですね 6x2 乗 −4+9 でプラス5 x く6このようになります。 で四番です。あれなんか式が長いってはい思ったと思います。これについてやっていきましょう。やることは変わりません。えー、まとめていくっていうやり方があるので、えー、それで考えていきましょう。四番です。はい四番の問題は x 引く 2x プラス3プラス 2x プラス 3x 引く 2, 2これの展開式は長いって思ったと思いますが先ほどと同じです。 一番次数が大きいのは何って言ったら x の2乗、うん。えー、なんですが x の2乗これ複数個あります。x の2乗えあこれ x かける x で係数1ですね。でここ見てくださいね。2x と x これかけ算すると 2x2 乗プラス 2x2 乗になるということね。じゃあ同じように x の部分考えてみると。 x の部分はマイナか2る x のマイナス2と、えー、x と3のプラス3と、えー、2x とマイナス2、えー、これ2ナス2だからマイナスの4でプラス3る1でプラス3っていうふうに出てきますいいかなこうやって複数個出てくるこれを全部バラバラに計算しないこといいこうやって えー、まとめててて計算するっっいうのをぜひやってください、はい、で定数の部分はマイナス2か2 × 3だからマイナスの6かける6 3 ×ス2だからマイナスの −6。じゃ計算してみると 1+2 で3。足す3で1ができて、えー、マイナス4すると3になるね。で足す3で0になるから X の係数はゼロ。でマイナス六引く六だからマイナス十二。これが答えになりますいいかなはい五番いきましょう同じように 2x 引く 13x+2 プラス 2x+54x 引く1この式ですはい同じようにやってみましょう x 乗の係数は二かける三で六。 でここ2かける四でプラスの八これねそして x の係数はここマイナス一かける三でマイナス3で二かける二で四プラス四ねはい五かける四で二十プラス二十。二かけるマイナス一でマイナス 2x このようになりますいいかな慣れてきたらね素早くかけると思いますがまたはゆっくりでいいですよ マイナス一かける二、ね、ねマイナスの二、五かけるマイナス一で、えー、プラスマイナスでマイナスの五、計算してみると六す八で1 4 x 二乗でここはっていうとマイナス三す四で一ができて、えー、ここ十八ですね二十引く二十八、一8す十八だから 19x でマイナス二引く五でマイナス七っていうふうになります いいいいでしょうかか大変っって思思た人ね、えー、いるかと思いますこういうのがねあのー、いきなり学校でやられるとちょっとあの混乱してしまう人も多いんじゃないかなと思います。というか毎年います。はい。いや大変だと思うよこういうのね。はい、で6番。えー、6番になるとさらにねちょっとまた変化していきます。えー、なんか括弧の中に二乗が出てきたよとあいうとこなんですがこれも一緒です。いいですか はい、一番次数が高い組み合わせはどれなのかっていうと x と x2 乗これの組み合わせが一番大きい掛け算です。そしたらこれ x の3乗になります。いいかなプラス今度は x の3乗の次は2乗だね。じゃあ2乗になる組み合わせを考えてみるとここス2と x2 乗ここの組み合わせがあるから −2。いいでそれから x と x ここの組み合わせもあるのね。 x x x ける x で二 x 乗、ははプラス1、ねはい。じゃあ次はって言ったら x の組み合わせ。x の組み合わせはって言ったらここマイナス2と x の組み合わせがあるね。したらマイナスの2。x と1の組み合わせ。これはプラス1だね。で最後に定数項。マイナス2かける1でマイナス2。 計算してみると、x の3乗、-2 たす1で1だから、x 2乗。-2 たす1で1だから、x で2ですね。いいでしょうか。はい、じゃあ7番行こう。7番、またちょっと複雑になりました。2x+1 たす。3x2 乗引く x+2。X 2 一番次数が大きいのは x と x 2乗のこの組み合わせ。はい。x 3乗になるね。ここは係数が2かける3だから6で。x 2乗の組み合わせは1かける3だから3。でもう一個 2x と -x。ここで x 2乗できるね。でプラスとマイナスのかけ算だからマイナスで2かける1で2だね。 で続いて x の係数。x の係数は、えー、プラ1とマイナス x ここでプラスとマイナスでマイナス1かける1で1。x の係数2 x と2これね掛け算したら2かける2で4ができる。だからプラス4。でプラス1かけるプラス2掛け算するとね、えー、したらプラスの2ができるので。 あとは整理してやると 6x3 乗プラス3く2で1つまり x2 乗でマイナスす4でプラス3なんでプラス 3x で最後プラス2っていうふうになりますいいかなはいじゃあ8番やってみようか8番はさらに複雑になってきたこれちょっと下そうか8番 <coughs> え3つみたいな。そうなの。こうやってね、すごいね。なんか文字いっぱい出てきてさ、びっくりしちゃうんだよね。先生もね、最初、高校生になった時びっくりしたな。はい、じゃあ行きましょう。えー、一番次数が高い組み合わせは、x2 乗とこの x2 乗の組み合わせね。そしたら x4 乗ができる。じゃあ、係数はって言ったら1、1×2 だから2。 で 4, 4乗の次はって言ったら3乗ができそうだよね。3乗の組み合わせはって言ったらここ 2x と 2x2 乗ここで、ね、x3 乗ができて係数はプラス2とプラス2かけ算だからプラス4。続いて x2 乗と x この組み合わせでも x3 乗ができる。分かる組み合わせね掛け算したら。したらプラス1。 で次は x 乗の組み合わせ x 乗の組み合わせはここマイナス1と 2x の組み合わせがあるかけ算ねしたらマイナス2係数ねでここ忘れがちなんだけどプラス 2x と x ここのかけ算でプラス 2x ができるよねだからプラー最後は x 乗とこの3の組み合わせ x 乗と3でプラス 3x。 いいね、すごい複雑になってきたけど最初のねえー、とこうやって分,、ね、分類してここのものだけ x4 乗だけ x3 乗だけ x2 乗だけっていうふうに考えていくっていうのがすごく大事だっていうのが分かってきたかな。じゃあ、えー、x の部分見てみたら、x、の部分は1と x ね、えー、計算したらス1 x だから1、えー、そしてもう1 と3の組み合わせねここで掛け算したら 6x ができるプラス6最後にか1 × 3でス3っていうふうになるので 2x4 乗をプラス4たす1で 5x3 乗でス2たす2で0で残り3が残るからプラス 3x2 乗でス1たす6でプラス 5x で引く3って形になるわけですいいでしょうか はい、じゃあ9番いきましょう。あ1回でね理解しようとしなくていいです。何回かね、えー、と今日はなんか3番までとかね今日は4番までやろうとか、はい、いうふうにね、えー、と何回解くのがいいと思いますよ。で何回も解くのはただ解くだけじゃなくて、えー、この動画をね、えー、見返しをする時に先生が次に何て言いそうだっけってどういうふうに考えるんだっけって。 えーいうのを思い出しながら復習してみるといいかなと思います。はい。で、3つになりました。これどうなるのか。ね、さっきまで2つだったり、これ3つだったんだけど、3つあったらもう1つくっつくだけなんだけど、これね、えー、っとちょっと知っておいてほしいのは、計算早くするときにね、まずはそれぞれに二乗してください。この3つあったときね、それぞれそれ除累じゃない <laughs>、それぞれ二乗すると。 A ののの乗乗乗を足す B の2乗を足足すす B C の2乗それぞれ2乗したらこれだね。でこれで終わるんじゃなくてプラスかけて2倍。いいかけて2倍。いいあの2つのものねかけて2倍します。A と B かけて2倍すると 2AB。で B と C のものをかけて2倍するとプラス 2BC。で C と A をかけ算するとプラス 2CA になる。 これ 2, 2倍のかけて2倍って何っていうとこれさこの公式覚えてるこれって A2 乗足す 2AB 足す B2 乗って形中学校の時に覚えたと思うんだけどちょっと忘れてる人はね、えー、と復習しましょうねこれねこれも2乗を2乗をでかけて2倍っていう部分になってるそれが3つになるとこういうふうにかけて2倍になるところが か,かけて2倍かけて2倍かけて2倍っていうふうに組み合わせがね3パターン出てくるわけだからこんなふうになるやってることは実は一緒それが複雑になったっていう感じうんでもこれさやっぱ練習しないとねすぐにできそうにないと思うんだよすぐにできる人はね天才マジすごいと思うはい先生も相当苦労しましたえーじゃあ ちょっとこういうふうに変わった場合できるでしょうかっていうのをやってみましょう10番ねまずは2乗だった 3a の 3a 全体2乗するとサザンが 9a2 乗 b の2乗を足す 4c 全体2乗だったら4の2乗 16c2 乗足すかけて2倍いい2倍だから 3×2 で6で ab がつく次は bc の組み合わせで かけてて倍っことは2 4ねかける1はいだから8 b c でえ最後はこの 4c と 3a かけて2倍4かける3かける2計算すると24だから 24ca になるっていう感じここがちょっと複雑になってきたねはい一発でね覚えなくていいんでえっとマイナス 2c2 乗はいマイナスも出てきました 2乗しよう、えー、3a2、ね、乗したら3の2乗で 9a の2乗マイナス b を2乗するとプラスの b の2乗マイナス 2c 全体2乗するとプラスの2の2乗で 4c の2乗で、えー、かけて2倍なんだけどかけたら3 a とマイナス b かけ算したらマイナスねなんかマイナスの2かける3で6で ab 今順番わかる 符号だけまず考え数字を次に考え最後に文字ね、はい、ここの BC の組み合わせはマイナスとマイナスだから掛け算するとプラスで、えー、かけて2倍すると 2×1×2 だから4で BC でマイナス2 c と 3A をかけて2倍するからマイナスの 12CA って形になるわけです。はいいいでしょうか。 こんな形で、えー、かなりね、複雑になるんだなってのが分かっていただけたかなと思います。はい、しっかり、えー、3月のうちに復習して、えー、自分の力にねしておくとだいぶ助けられると思いますので、ぜひ復習頑張ってみてください。それでは、えー、またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。